理解の仕方。はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、理解の仕方についてお伝えしていきます。昨日のメルマガなんですけれども、まあ、解けない問題があった。その解けない問題があること自体は全然問題じゃないですよ。その解けない問題っていうものを、解けるようにしない、解けるように理解をしないっていうところが問題なんだよっていうことをお伝えしたんですね。じゃあ今回一歩踏み込んで、じゃあどうやって理解をするのかっていうところの話をさせていただきます。多くの方がですね、解けない問題がありました。じゃあどうやって理解したらいいのかって考える。考えた結果、自分自身で考えると、その理解、どうやって理解をしたらいいのかっていうのを自分で考える。つまり分かんない問題が出てきましたよ、解説がありますよ、んちょっと理解できないから自分で考えると、でこうなんじゃないのかなって自分で筋道こう考えちゃうんですよ。こうこうこうだからこうだよなって自分で考える。これをねやってる方意外と多いんですけども、実はこれをやるとすごく混乱しちゃうんですね。で結果的に非効率にもなるし、より分からなくなっちゃうってことになるんですよ。なぜかっていうと、その考え方が間違っていたらより混乱するじゃないですか。正しければいいんですよ。ただ大体がね間違っちゃうんですよね。だからそのようなやり方はできるべきしない方がいいです。で私自身もそれやってないです。自分で考えるんじゃなくて、自分ではもうむしろ考えない。で何をするのかっていうと、理解すべき内容が書いてあるネットだったりとか、本とかを見て、それ内容をそのまま理解するっていうふうにやってるんですね。ネットだと、例えば、民法とかだと、法律事務所だったりとか、弁護士さんのサイトとかを調べるわけですよ。で、そこに書いてある内容って大体正しいんで、まあ、そういったところを使って理解をしていく。もしくはですね、本っていう方法もあるんですね。本になってくると、やっぱり、宅建の本だと書いてないんですよ。だからこういった本ですね。例えばですよ。これちょっと改正民法の話になってくるんで、あれなんですけども。こういった実務書って言われるものが実用書っていうのかな。いわゆる細かく書いてある本なんですよね。これ、権利関係の、まあ、民法の中の債権っていう部分の話なんで、まあ、相当細かいんですよ。で、一個一個条文が書いてあって、その条文の解説がブワーッと書いてあると。まあ、いうような話なんですよ。そうすると、あ、この条文わかんないなと思ったら、そこの部分見ると、ああ、こういった考え方をして、こういったルールになってるのかっていうのがわかるんですね。じゃあそういったことをやっていくと、理解ができるようになっていくんですよ。つまり正しい、自分では考えなくて、こういった、まあね、これ弁護士会かな、弁護士連合会で作ってるらしいんですけども、その人たちが、理解をしている内容っていうものを、そのまま頭に入れることができるわけですよ。じゃあそうすると正しい理解ができるわけですよね。そうすると、ちゃんと理解できることになってくるんで、で、理解したものがたくさん増えてくると、それが自分の中でやっぱつながりができていて、より理解が深まっていくってことになるんです。一方でね、先ほど言った自分で考えると、大体その理解って間違ってるんで、ぐちゃぐちゃになっていくんですよ。だから、あまり自分では考えずに、もう、ね、理解すべき内容が、まあ、載っているものとかで調べるっていうのが、もう早いです。で、まあ、本を使うっていうのは正直ね、ちょっと時間的にももう難しいと思いますんで、もうネットとかで調べると。で、そのね、ネットについても、やっぱ、宅建のネットだとね、書いてないんですよ。だから今言ったような弁護士さんのサイトとか、そういったもんで調べて、理解すべき内容が書いてあるものを見つけて、で、それをそのまま頭に入れる。もうあまりね、自分では考えない。考えずに、そこに載っている内容っていうものを、どんどん吸収していく。ってことをぜひですね、行ってみてください。でね、弊社の個別指導については、もう4月いっぱいで、終了となります。終了っていうのは、もう募集が終了ですね。もちろん、受講していただければ、本試験までずっとね、個別指導させていただきますし、毎日、今年落ちたとしても、来年の試験日まで、プラス1年間ですね、無料で個別指導はずっと続きます。なので、その点もご安心いただければと思いますが、今年の、合格を目指す、個別指導の募集自体は、もう今月で終わっちゃいますんで、もしね、今からではまだね、合格していただく自信あります。実際ね、去年も一昨年もこの時期ね、4月から、受講していただいて、一発合格している方、たくさんいらっしゃいますんで、今であれば合格していただく自信あります。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。
ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。